はい、こんにちは。こにゃにゃちはなのだ。ということで、なんかもうずっと休みなくって、なんかさ、バカ臭くなってきたんで買っちゃいました。なんだっけ、何買ったんだっけ、総武快速線を買いました。あと休みないってことは稼げてるんで、もういいだろうみたいな。3480円になります。ということで、ダイヤはどれぐらいあるんでしょうか。千葉行き、成田空港行きがいいな。スタート。音量アップ。まあ、たまちゃんがもうストレス溜まってるみたいで、遊んでくる遊んでくる半端ないんですよね。ちょっと襲撃受けるかもしれないですけど、今さっきダウンロードして、結構ダウンロード時間かかるんですよね。17ギガ10分ぐらいかかるかな、もっとかかるか。ニューロ光なんだけど結構かかりますね、ダウンロードに。お待たせいたしました。14時15分発近畿道津田沼千葉さくら成田空港第二ビル方面へ参ります。総武線から成田線へ直行いたします。快速の成田空港行き、まもなくの発車です。成田空港行きになります。東京駅発車。地下なんですね、この電車。乗ったことないな。なんでダメちゃん痛いよ、うん、じゃあ遊んであげたじゃん、いっぱい足りないらしい。さあちょっと VVVF の音がどんな感じですかね。静かだな。制限45、城南出発進行。地下鉄ってなんか見えないからね。VVVF の音はそんな良くないな。本日も JR 東日本をご利用くださいまして、一応通路があるんだね。ほら、この電車は乗客が歩いて千葉、緊急時成田空港第二便方面へ参ります。総武線から成田線へ直送いたします。ちょっと慣れてきたらこっちの画面に切り替えます。まもなく新日本橋、新日本橋に停車をいたします。お出口は右側です。東京メトロ銀座線と東京メトロ半蔵門線をご利用のお客様は乗り換えです。半蔵門線も来てんだ。なんだよタマちゃん、足んとこ来ても超アタックしてブレーキのとこちょっと違うね。やばい、時間が。ブレーキは効く方だな。ちょっと遅延してるね。ちょっと音違うね、ブレーキの時になると。あ、止まっちゃった。なんだよタマちゃん、気が散るんですけど。足のとこすごいんだけど、タマちゃんが。なんだよ、新日本橋って。どっから地上に出るんだろう。要はこれ横須賀線と直通にしてるんでしょ、多分。始め、よし、出発進行。痛い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 、もうタマちゃん、もうすごいんだけど足元で。本当やばいやばい。ちょっとタバコ取ってきます。やっぱタバコ吸いながらやらない。すいません、なんかカメラにぶつかっちゃって。はい、制限解除。まもなく
3部作ぐらいに分けてやろうと思います。これやってる方が結構疲れちゃうんだよ、何気に。痛いっつーの、黙っちゃん。あんまインバーターの音はよろしくないな。痛い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 、あー、勝ったって。もいい音すんのかなと思ってたんだけど、高崎線も買わなきゃいけねえしな。今度はあの宇都宮、宇都宮本線だっけ、なんだっけ、東北本線じゃなくて黒磯までのが出るらしいです。東京から黒磯までだから相当時間かかんじゃねえかな。途中130キロで飛ばしたとしても、まあ、2時間じゃつかねえよな、多分。いくらすんだろう、値段が怖い。6980円とかしそう、倍ぐらいの値段。自分はあの川越線と八甲線のセットが早く出ないかなと思ってるんですけど、遅延気味だから回復したいな。ポイント制限か。かなり遅延してんな。タバコ取り行ったりしてるからね。運転手さんが。6番ぐらいでちょうどいいかもしれない。7まで入れる必要はないっていう。でもやばいかも。どこだ停止位置。やっぱ運転手さんの天候がある路線の方がもういいな、楽しくて。言うセリフを覚えとけばなんとなくで言えるっていう。この動画撮るときに、一人でプレイするときもちょっとゆったりしたいですよね。
ご乗車になられましたら車内中ほどまでお進みください。一人でも多くのお客様ご乗車いただけますよう皆様のご協力をお願いいたします。やっぱ関東扉がまもなくドアが閉まります。閉まるドアにお気をつけください。219だっけ217だっけ忘れちゃった。貫通扉があるとやっぱ前面の視界が悪いですよね。発車。ちょっと回復運転したいな。たまちゃん膝の上に乗せても鬱陶しいとかつってもしょしてて今下ろしたけど、あ、分かった。このなんだっけオットマンを使えばたまちゃんの足を攻撃されないですよ。加速が悪い。とりあえずすごい重い感じ。非常ブレーキかけることもなかった。非常ブレーキのガクっていう表現もいいっすよね。うめめめ見てなかった。ちょっとバックします。行き過ぎてしまったため。大変申し訳ございません。あ、また遅延になっちゃってこれ。
シャペルでも鳴らすか、ロケットアイクスだから。発射。展望で開放します。見晴らしの今バージョンで。あれ、タマちゃんが妙に おとなしくなった。いじけたか。いじけたくさい。やば。それはそれでまず。なんだあれ、チキか。線路運ぶやつですね。お、ホキのいくつだあれ。ホキ線。バラスト運ぶやつですね。こんなところに来た。もう1番まで来ちゃった。取り鉄がいる。一番端っこじゃん。聞くな、急に聞くから。なんだこれ。もういいや。定時。やっとダイヤが回復したぞ。
なんかカクカクしてるな。ブレーキの操作感がいまいちな感じがする。カックンブレーキ急に効くからなんか。この周辺の景色が見たいなと思って、行ったことないからどんななってんだろう。成田エクスプレスはここを通っていくんですね。池袋とか八王子の方からも出てるからな、特急で成田空港に直結みたいな。制限100個、全部実装されたみたいですね、この前で。結構客がいるな。
15両だからホームがもういっぱいいっぱいなんだ。よくよく考えたら。いじけてる。ゴリゴリやってる自分家で遊んでくんないって。キリがないんだよね。でもタマちゃん普段一人ぼっちだからしょうがないんだけど。サンクスがあるぜ。だいぶ前の画像だなこれ。サンクスなんて何十10年ぐらい前じゃね。亡くなったの。まあ、だいぶ前の画像だと著作権とかそういうのも。人が映り込んじゃったりしても分かんないもん。だからわざとそうやってるのかもしれない。ゴリゴリしてる。何分だ今。もう30分やってんのか。もうこれ終わったら寝ます。お、もう幕張りだ。ずっと湾岸線沿い走ってんだね、高速の。幕張メッセ。次は南に停車をいたします。
ちゃうかな、めんどくせえから。お客様にお願いいたします。皆様が車内を気持ちよくご利用いただくため、乗車バーを押さえてご乗車くださいますよう、皆様のご協力をお願いいたします。めちゃくこのコンテンツはあんまり面白くないのかな、わかんない。後半がどうなってるかにもよりますけど自分が個人的に好きなのは大糸線とか、あと八戸線、小場線もなかなか良かったね。まあその辺は好みがあるんで。駅と駅の間が遠いからっていうのもあるのかな。あれ、フル2階建ての車両、あれ違うか、なんだろう、知らないんで。車両基地がある、何これ、あれ何、武蔵野線じゃねえあれ、なんでこんなとこにいるの。工場か、修理とかするとこかな。あ、武蔵野線もこれをまたいでんだよな、多分どっかで。ちょっとあと地図で見てみよう、どうなってるか。線の延長線か、制限115、あ、総武線の車両基地だ。嫌な人はいいかもしれない。ただこう結構スピードを出してこうガンガン行く。
ああ聞くのかと思いきや聞かなかったよ。スキップ。これはワンマンか。社長からのあれがない。もう今日は最後までやっちゃおうかな。何分かかるんだろうね。もう今日は自分も寝るだけなんで、何もやる気しないし、これも仕方なし始めたような感じ。何この空き地。あれじゃん、千葉の方走ってるなんて言ったか分かる。制限45、何があるの。S 字があるの。制限55。千葉駅まで来ましたよ。次は停車だ。どこだ。15番。分かってるよ。チーンって止まりますよ。さあ5分も待ってらんないんですけど。ご乗車ありがとうございます。千葉です。この列車は15時ちょうど発、成田線快速の成田空港行きです。発車まで今しばらくお待ちください。千葉モノレールとかと
待ち合わせすんだろうね。お待たせいたしました。成田線快速の成田空港行き、まもなくの発車です。ご利用のお客様はご乗車になりましてお待ちください。この電車千葉を出ますと次は須賀に停車をいたします。 Your attention please. This train is leaving soon. This is the Narita Line Luxury Service Train for Narita Airport. The next station is 須賀. Thank you.ここまで来ちゃえばもう成田空港近いんじゃねえか、もしかしてまだ結構あんのかな、なんせ初見なんで一回自分で全部プレイしてからまた撮り直すっていうのもね、時間もないしかったるいし気が向かないとやりたくないですからね。電源45、近いね、東千葉って。なんか相当早く着いちゃってるんだけど、相当ここは徐行で走る。エアセクション通過。エアセクション。何がエアセクション。うちのホームなんてもう誰も来ねえんじゃねえの、草が生えちゃってあ、ここ通過じゃん。なんかおかしいなと思ったよ。やばい見てなかった、通過駅だった。どうも近いなと思ったらやべ、相当遅延だになるぞこれは。どうもここの脇に出ねえなと思った通過だったし。買わないか悩んでる人はこれは早送りしてみれば。大体冊子がつく。15時43分。まだあと40分もあんの。うそ、めっちゃ遠いじゃん。やっぱ途中でやめようかな。あと40分もかかるってちょっとこれ二部作にしないと。あー貨物だ。 EF64 短期だよ。
早く止まりすぎた。そうだ、ホームの一番端だって覚えとかないとな。途中のマークでちょっと騙される。このメロディーは渋谷で流れてましたね。早くチャイムを実装してほしいですね。雰囲気が出るから。自分家のチャイムなんだから著作権とかもないと思うんだけど、そんなに難しくないと思うんだけどな。なんでなかなかやんないの。15両だかホームが長いからね。この短い車両でやるとね、いつもの感覚でやるとえらいことになる。全然止まんねえみたいな。あ、そこか15。やべ、ミスりました。バックします、ご注意ください。やべ、遅延してるし、おまけに。さっきのがまずかったんだ。変なとこで止まったりした。はい、ゼロ停車。バックでゼロ停車とかつって。デバーサー、前。全身だとさ、ゼロ停車しにくいように操作されてそう。そんな感じがする。だってあんなバックだと簡単に入っちゃうのかな。踏切のライトが新型だった。
ーの音かな、ちょっと。次は、モノイ。モノイに電車を出します。やっぱ機動車が好き。ホームドアないからいいんだけど、うん、結構ブレーキが突っ込めるね、この車両は。ドアが閉まります。やっぱこの音楽が好き。
やたら取説がいるぞ、なんか。なんか特別な車両が走ったのかしら。制限55、やべ、ポイント制限だ。脱線する。脱線する。反社会勢力がいない。お、なんか変わった。天気が変わった、急に。ここで繋ぎ合わせたのか。10ゴールを通過するまで。ポイント制限。
制限解除ならない。車両があんのか、こんなカーブ。まもなく止水、止水に停車をいたします。お出口は左側です。70の90でしょ。20キロも多くスピード出せる。振り子式だろ、絶対100の40。あ、あれはあれか。線はこの音楽だった気がするな。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。何分やってる？もう1時間過ぎてんじゃん。もうやっちゃおうかな全部。ここまで来たら もうしばらくやる暇ないし、もう全部やっちゃおう。ということなんで、見る人はあの飛ばし飛ばしで見てください。1時間以上の動画になっちゃうんで。聞いて寝たい人は流したまま寝てください。もう成田じゃん。ちょっと頑張ろう。おクランジオンが出てた今。ああいうの重要なんだよ。初めてじゃねこれ。なんであそこのカーブだけ鳴ったんだ。
度オーバーしてると出るのかな。ゴリゴリだけだな。ゴリゴリ音もなかなかいい感じに出てきた。もうちょい音量上げてほしいな。ゴリゴリ結構車両に乗ってると結構な音量なんだよな。間違えてさ、乗り過ごすとえらいことになるよな、戻ってくるの。なんかスピードオーバーしてても出ない、さっきのジョブ、裏ジオン。何あのカーブだけなの。線並みの距離だと。ちょっと飽きてきたな。辛いんですよマジで。一回で全部やるの。何気に。やってる方も結構辛いという。スキップ。まだ？あと9分ぐらい多分。成田空港に着くの。成田空港の駅ってどうなってんだろう。まあそれを見届けてやめましょうか。1時間半ぐらいになっちゃうんじゃないのこれ。ドアが閉まります、ご注意ください。買ったからにはやるしかない。老後の楽しみ。
とか言ってそれまでにパソコンが壊れたらおめえだわね。結構な休暇制限30カウンポイント珍しいな。すごい無理やりだな。お、ブランジオン出てますよ。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。あっちゃな、どこ行きの。この電車は成田線快速の成田空港行きです。次は空港第2ビル、成田エクスプレス空港第2ビルに停車をいたします。お客様にご案内をいたします。成田空港ではご利用になる航空会社によりお降りになる駅が異なりますのでお気をつけください。何それ。第2ターミナルと第3ターミナルをご利用のお客様は空港第2ビルでお降りください。第1ターミナルをご利用のお客様は終点の成田空港でお降りください。はい、成田空港何個も駅あるの。どうなってんだよ。楽しみだな。最後の最後にちょっとやる気が出てきた。7キロもあんのかよ、次の信号場まで。今の駅から何キロあんだよ、成田空港まで。恐ろしいな。いきなり45制限が入ってきた。まさかポイント、ポイント制限だ。うわ、クロスポイント渡るの、すげえなおい。また枝分かれしてんだ。単線じゃん。単線で行き違いどこでやってんの、こんな距離が長えのに。あ、信号場があんだ。堀之内信号場。いいね。いいね。うん。いいね。55キロ。いいね。巻きで行きます。巻きで。なんで55なの制限。これは何よ、何この線路は。隣の合流すんの。どういうこと、何これ。あ、レール幅広いぞ。何、新幹線じゃねえよな。こうやって買うとさ、知らないことがまた。あ、飛行機飛んでんぜ。近いってことだ。なにこの隣のレール幅の広いの。こんなとこレール幅の広い車両走ってんの。 JR じゃないってことか。なんだろう、全然わかんない。信号場もちょっとよく見とかないとな。すれ違い待ちしてる車両がいたりして。いや遠いな、しかし。線路幅広いよな。ここで分かれて、ここ待機線か。待機線だ。信号場だ。
れは毎日運転してたら飽きるよな多分。結構苦痛だと思う。東京からさこの空港に来る方が時間かかんじゃねえの、飛行機乗ってる時間より成田空港の遠さもちょっと分かりましたね、これでどんだけ遠いかって車で行ったら3時間かかったって言ってたもんな、この前知り合いが。次で最後じゃねえか。次で最後だと思います。お疲れ様でした。もう本当疲れた。もうこのまま地下か。このまま地下っぽいね。成田空港ってなんか飛行機とか飛行場が見えんのかと思ってたけど、期待外れかもしれない。なんか地下ない予感がしてきた。次終点。お疲れました。次終点でお願いします。向こう隣は JR じゃねえな、多分あれ。単線なんだよ。何あれ。成田空港専用の車両。線路幅広いし、京王線みたいな。注意。55。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点。フランジオンが出てるよ。キシキシ。成田空港に停車をいたします。お出口は左側です。ちょっと期待外れだな。地下なんだ。ナイトエクスプレスが。Thank you. あれが新幹線みたいなやつ。何あれ。次は電車。なんだあれ。どこ行くんだあれ。さっぱりわかる。
トンネルが終わってるね。最後ぐらいはきちっと止めようか。あともうちょっと。はい、ゼロ停車。最後はきちっと止める。終わりでしょ、これで。これでもう一回東京駅に戻ってとか言われたら嫌だよね仕事でも。お疲れ様でした。長くなってすいません。以上。